リビジョンズのまず見どころ、すごくこう世界設定がしっかりしていて、で SF の要素もあって、でもその中に人間ドラマもあって、っていろんなものが詰め込まれてる作品なんですけど、僕が個人的に好きなところは、とっても壮大なお話なんですけど、でも話の流れ自体は渋谷っていう街を、一つのね小さな街をこう中心に巻き起こって、その中での人間模様っていうのは本当にすごいんですよね。それこそ今回みたいにロボットが登場して、しかも SF で少年少女たちが中心でってなると、少年少女たちの英雄譚のようなものとかね、なんかどんどん成功を重ねていくみたいな流れになることが多いと思うんですけど、リビジョンズはですね、もうとにかく現実が降りかかってくると言いますか、そうフィクションなんだけど、でもこう、あ、こういうことありそうとか、あ、実際にこうなったら大人の世界ではこうなるよねってこととか、街に住んでる一般の人とかってこういう思いをするよね、こういう活動をするよねってことだったりとか、いろんなところにリアリティを感じるんですよね。でなんかこう綺麗な面とか都合のいい面だけじゃなくて、人間のこう綺麗なところから汚いところまでっていう、でもだからこそなんかいいところとか輝いたりとか、とてもドラマチックになったりとかっていうところがまああるので、まあ、そんないろんな魅力があるけど、僕は渋谷の街の人間模様っていうのが一番見どころだと思いますね。ガイはですね、まあいわゆる作中でも途中で言われたりもするんですけど、もうリア充の極みっていうもので、本当に文武両道、もうめちゃくちゃイケメンだし、背も高いし、スポーツもプロ行くっていうレベルだし、頭もいいしっていうスーパーハイスペックマンで、もうそれこそ学園の人気者っていう存在なんですけれど、じゃあそんな完璧超人のような人間が、まあちょっといろいろこう少年の時のこう思い出とか出来事をこじらせて、ちょっとなかなか浮いた方向に進んでしまった大輔くんと、まあどんな風に絡んでいくかってことになるんですけど、ガイって意外と大輔に対して向きになるんですよね。相手をするんですよね、結局向き合って。それって争いって僕同レベル同士じゃないと起こらないと思ってて、それこそなんか石ころに対して僕たちが向きにならないのと同じように、本当にこう価値のないものとして見てたら相手をしない。でもそうじゃなくて、なんやかんや言いながらガイはそれに向きになったり相手にしちゃったりするっていうところが、あ、実は大輔のことを見てはいるし、でなんかでもそこでこう向きになっちゃったり感情的になっちゃったりっていうところが完璧じゃなくて、なんか高校生らしい未熟さなんかも感じたりして、こう僕的にはまあ怒ってるところって別に気持ちのいいシーンではないんですけど、なんかそんなところも人間らしいなって思ったりとか、完璧に見えてやっぱどこか欠落してたりとか、まだ未熟だったりするのがやっぱ人間だと思うので、そういうこう完璧な部分も、でもだからこそ未熟な部分も目立ったりもする、そんな魅力的な人間ですね。僕はですね、もうこの現代社会その最大の危機に備えるのは貯金だと僕は思ってます。はい、いや本当に何があるかわからないですし、それこそ僕らのお仕事なんて、まあ来月お仕事があるかもはっきりしてないわけで、それがまた来年とか3年後5年後10年後って言ったら、ご飯を食べていけるだけのお仕事のオファーをいただけてるかっていう保証がない仕事なのでね、まあ、さらに言えばなんか事故とかで声が出なくなったりしたら、その間当然お金は稼げないわけで、かといって何かこう喋らなくてできるスキルがあるわけでもないですし、とかまあいろんなことを考えると、やっぱり貯金っていうのは大事だなって、それは自分だけじゃなくて実家のね家族に何かあったらとか、そういうこともそうですし、まあ危機に備えることじゃないかなって思いますね。はい、1月から放送になりますリビジョンズ。いやですね、僕らも最初に設定とか話の内容を聞いた段階ですごく面白そうだなってすでに思っていたんですが、収録が始まったらもうそれがより楽しくて楽しくて仕方なくて、毎回アフレコ現場も、まあ、話の内容はねなかなかに重かったりシリアスだったりする部分が多い作品なんですけど、もうみんな和気あいあいととっても楽しそうに収録していて、
僕自身もすごく楽しかったし、この後どうなるんだろう、来週どうなるんだろう、将来的にどうなっていくんだろうみたいなことがね、すごくワクワクドキドキする素敵な作品でした。で、僕たちもまだその完全に出来上がったね、僕らの声も入って、で今回のこの 3D、はい、今回のポイントでございますけれど、 3D がね完成品としてどうなってるのかっていうのもすごくまだ見てなくて、とってもドキドキしておりますので、いやー皆さん僕と一緒にワクワクドキドキしながらリビジョンズ楽しんでいってもらえたら嬉しいです。見ていただいて絶対に損はしない作品だと思っております。どうかよろしくお願いいたします。